焼酎梅酒日本酒今日は何を飲もう。はい、こんにちはというかこんばんは。今11時くらいなんですけども、久しぶりに動画の投稿ということで、前回投稿したのが2021年の4月くらい、ちょっと遡って見てみたらそうだったんですけど、なんで投稿できてなかったかっていうことなんですよね。スマホのストレージがパンパンになっていて、もうそれ以上ちょっと動画が撮れなかったんですよね。まあクラウドがあるっていうわけでもなかったので、でそれで撮りたいけど撮れないで、お客さんから次の更新いつですかとかっていうのを聞かれるけども、ちょっとストレージがいっぱいでっていうような話をしていたんですよね。で、まあなんかあれこれやってたら、まあ iPhone の方に Android の旧端末からこのアカウントを移行できて、ちょっとこのね、ブランドアカウントって言ってちょっと通常のアカウントじゃないんですよ。 YouTube 用に作ったアカウントなの でそれの移行の仕方っていうのが分からなかったので、後々になってたんだけども、ちょっと時間もあったし移行するかということで今回移行して、動画の、1年5ヶ月ぶりくらいの、投稿となります。で、せっかく投稿したので、まあ、近況なんで投稿できなかったとかっていうのもあれなんだけども、せっかくだからお酒の紹介をしようと思います。で、1年5ヶ月の間に、もちろんいろんな新しいお酒に出会って、まあ、いろんな個性的な焼酎梅酒日本酒出会って、やってきました。そうね、ちなみに動画見てくれてるお客さんで、実際に来店された時に動画見てるお客さんでっていうか、来店されたことがない中で動画先行で知ってもらったお客さんで、タイトルコールを歌うと結構喜んでくれているので、ちょっと、まあ、動画ではあるんですけども、最近の声ということで、最近の声っていうのは、なんだろうな、あの動画撮ったのってタイトルコールの動画ってもう2年以上前に撮った動画なので、まあ、声質とかも変わってるかなということで、ちょっとじゃあ歌ってみようと思います。焼酎梅酒日本酒今日は何を飲もう。こんな感じです。春町とかね、まあその辺のランチの歌とかその曲は、まあ、動画で見てくださいということで、今日紹介しようと思います。復帰、第1回目の紹介するお酒はこれです。カツのムテカツ流っていうお酒なんですけども、国分酒造さんのフラミンゴとか、オレンジフラミンゴとか、あとは、浜田酒造さんのダイヤメとか、香り系焼酎って置いとこうか、香り系焼酎って、今流行ってるんですけどね、マライチの香りがするとか柑橘系の香りがするとか、まあ、蔵の仕込みのグリーンでもいいしね、そういうのもあるんだけども、ワインの酵母使って、酵母で香りを立ててるものがあるんですけどね。あとはその貴腐芋って言って芋を熟成させたものを二次仕込みに使ったりとかっていうのも、芋、通常の芋焼酎とは違う香りが出るんですよね。まあ、そういったいろんな手法で、新たな芋焼酎のジャンルが、出来上がってるんですよ。で、このムテカツ流もその一つということです。今年2022年の春に、ここの、東酒造さんの、営業の方が、来てもらって、で今度こういうものを販売するので、ぜひちょっと置いてもらえませんかということだったので、ぜひぜひせっかく来てもらえたんでということで、その2週間後くらいかなに、この酒を入れて、買って飲んでみました。やっぱり想像、やっぱりというか想像を超えて、香りがね、ありましたね。なのでちょっとこれね、新しく最近また仕入れたので、これを飲んでみようと思います。あーすごい、マスカット系ですね。ダイヤメガライシだとしたらムテカツ流はマスカット系です。もう香りがしっかり、味もそんなにがっつりアルコールっぽい感じの芋焼酎っていう感じではなく、優しい飲みやすい感じにはなってます。いい、やっぱ香りがいいですね。特にソーダ割りで、ソーダ割りでもおすすめの焼酎となってます。減圧と上圧
をブレンドしているので、この味わい飲みやすさと、熟成芋を2時間目に使っているのも、この香りが出ている、ムテカツ流の個性とつながっています。まあ、久しぶりの投稿なんでね、なかなかスラスラ、言葉出てこなかった部分もあるかもしれませんけど、今後また、動画の投稿を始めていきますので、皆さんよろしくお願いします。お店にも来てね。バイバーイ。